こんにちは、沼です。パワープロアプリやっていきます。今回はブレインマッスル高校でセンスマルピッチャー育成いきたいと思います。で、今回センマルを引けていますイベントデッキコンの方です。ビビちゃん、カグラ、マモル、イヌキ、沢村でカオルちゃんとこれでいきたいと思います。早速いきましょう。いやー、ビビちゃん45にしたいなーっていう、本当にそれができてからこのデッキ本気で回していこうかなーと考えてますね。あとはカビタカも PSR で引き当ててレベルが42までなんとか上がっているので、ここも使っていきたいなーってところですね。どうしようかな、守る。いいスマダだからやめよう。このデッキは伸びがないので、必ず給食5枚揃えて伸びのコツを2で掴んで、それで伸びを取っていく感じですね。おうおうおお。まあ、こっちにするか。で、彼女はビビちゃんが勝手になってくれるので、まあ放置しながら来てくれるのを待つ感じですね。いい香り。これです。辛いなぁ、こっち行くか。頼む。リリース以外。まあ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 。体力回復。うっ。あ、まあ、リリース取れます。11だったかな。休息骨。まあ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 。お休みだな、さすがに。これなんか難しいな。カグラ行きますか。落ち取ろう。パンネ。これ勝ち運あるな。変化行きます。ビビちゃん行ったかな、これで。あと一発。よし、ピンチ終わりましたね。いいね、OK。よしよし、かぶらず、ナイス。うん。強っ、この精神連中。そして告白してくる。ダメだ、言おうかな。よし、ビビちゃん彼女持った。お、なんかいい感じだな、仲良しですね。彼だ、ものすごい仲良しだな。よし、評価はいい感じで上がったな。にゃー、くれんか。お、強っ。スタミナにしたいぐらいだけど、さすがにいらんか。ちょいっと回したいですね、でも。回したいんだよ、守備とかに。パワーヒッターのやつ、臨床もらっときましょうか。とにかく臨床は守るで使うんだよ。
おしまいではかなり。お。ちょい回したいな。これで回しますか。守備来いよ。骨。まあいいかな。沢村も回したいけど、まあいいでしょう。ナイスタッチ。やっぱビビちゃん大正義だな。45にしてえな。でもいいけど、ビビ行きましょう。のー、ここで来るか。もったいねー。お、ラッキー、3人。3だったらなぁ、守るじゃなくて。大正義なのビビちゃん、一回も踏まなくていいって本当革新的ですね。おーっと、4人タック入りましたね。これ変化伸びてるぞ。もう6はスライダー、素晴らしい。もう一丁来い、もう一丁。よしよし、伸びてるぞ。変化もいらないかな。かといって伸ばすもんない。変化いきましょう。ちょ、ビビちゃん頼む。ここまで順調だぞ。あ、大凶ここに。俺の運勢は大凶。まあまあ、しゃないっしょ。まだのダブルタック。
変化やばいことになります。もういらんだろ。しかも完璧になった。一人か。まあ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 、リビ踏もうかな。これすごいな。デート結構行ってるからな。よし。いいですね、神楽坂。ちょ、後ろ。死んでるぞ、全然。うん、これはこっちだ。ちょ、マジ、後ろ走ってくださいませ。よし、ナイス、コツ、脱走シーン。オッケー、オッケー。骨の髄まで変化した。これ結構いってますね、セクニ。よしよし、よく走った。後ろ頼むぞ、マジで、前も。これ結構いってんじゃないですか？正月大凶ですけど。うん。で急速伸ばせるの結構いくな。ちょうどよく急速伸ばせる。おいおいおい、入れ替わり立ち替わり、これでまあ行きましょうか。リビー行きます。しましょうか、計測図。はい。よし。ナイス、体力回復。これで、ちょっと早めに伸びた方がいいかな。オッケー、オッケー、神楽坂。沢村も欲しいけど、脱散しようと。玉持ちあたりが欲しいですね。よーし。うん、ここまでいいですね。ちょっと違う、ちょっと違う。おかしいこと思ってる。玉持ち取りましょう。うん、なんとか形にしたいっすね。本当に金徳頼むぞと。うん、まあこれはしゃないでしょ。しないでかな。うん、ここでもらっときますか。とりあえず油雑貨。うん、尻上がりないです。
はい、では。ちょっと後入れやばいですね。ちょっと誰もいない。どうすっかな、ビビ行くかな。ちょっと迷いますね。ビビ行くか。終わらしましょう。おお、変化3。うん、なんなの。よし、1回目か。やばい。お、いいですね。お、いいぞ、沢村が買いたい。ちょっと触るか。よしよし。で、攻撃。沢村の筋力はやばいですね。誰？一人休みましょうか。結構余るな。やっぱ北斗いるいないでだいぶ違います。うん、電池にも余裕ある。うん、いいですね。いやー、きつい。ビビちゃんの評価も下がるかな。これ。うわー、後ろゼロだな。お、これいけますかも。どうしようかな。風速140。クーラーザーか、力みがないのか。ちょいっと回してみますか。うん、やってみましょうか。緩急欲しいけど、まあ、しゃあないな。うん、まあまあまあって感じですか。よし、そうした。一旦これはもらっておきましょうか。
いいじゃん。昼食とかにしたいけど。ちょっと全身も温存したいね。ちょっときつい。6か。どうでしょうね。回復いけたな。よし。ナイス。いやー、1回目か。という大丈夫かな、これ。あ、お休みか。何件もらったんだよ。よし、体力回復。体力回復が連発した。おっ、スタミナ3か。スタミナじゃないんだよ、欲しいの。ここで動かします。どうでしょうか。サムラコントロールか。大変だ。まあ動かすしかないんだよ。ちょっとビビさん、なんでもいいから、なんでもいいから、ちょっと当初の練習に。マジで。とにかくゼロじゃないか。沢村。沢村なんか、一回目起きたかなっていうレベルです。これでいっぱい。あ、そうか。やべえ。あ、問い目ゼロなんだ。そう。そう。全部うまい。いやー、来ない。低め重い球、まだかな。結構技術つらいですね。
変化はとてつもない。あとはブレインを終わってからは沢村がどんぐらいスタミナタックに絡んでくれるかが大事ですね。低めがないと本当安定しない。ハウル光る勘で、よし、君は強すぎるな。ちょ、後で話して骨いやー、トイレ完走ゼロだな、もう。せめて守るは来てほしいですけどね。お待たせいたしました。第9、初球スライダー空振り。タイミング合いません。投げました、打ったファースト真正面、一条そのままベースを踏んです。点が入りました。ちょ、後入れマジでやばいって。うん、まあここでいいでしょ。なんか起きる。うわー、これ後指ゼロきついな。じゃあサクサクサクッとしますか。赤かる。ちょっとまだ低めまだだからどうしてたくないけど、ないと思ったな。内角低め。うん、きついっすね、もろもろ。お待たせいたしました。やばい。お、ナイス。第9、高め、外れてボール。投げました。もう1点取られたら大丈夫なの。投げました、アウトローへストレート。第4球を空振り三振。低めの変化球。第9、直球ストライク、アウトローへ。伸びのあるストレート、これは見送ってボール。カウントワンボールワンストライク。投げた、インロー見送ってストライク。第4球を投げた、打ちました、ショートのヒット。セキエキ1点返しました。うん、勝てましたね。いや、トイベ完走ゼロはきついな、さすがに。変化ばかり集める。もう一個覚えられるの。低め、退去出しちゃっておりますか。どうしようもいいだろう。お待たせいたしました。4番。第9、打ちました。ファール。第2球、アウトロー際どい球、ボール。
わずかに外れました。打った、三塁線、サードから二塁送球、一塁はセーフ。第9初球を打ちました。三塁打の打球、気迫を見せましたが、ここは及び。サードが信頼できます、ね、肩越しにランナー見た。投球はこれから3球目。第4球を投げた。もうこれはわずかに外れています。カウントは3ボール1ストライク。第6球を149キロ直球、空振り三振。踏ん張りを取れば。第9ストレートはボール。第2球打ちました。あっと引っ掛けた。サードからブレインマッスル、追いつかれました。まあしゃあない。第9初球を打った。セカンド、これは守備範囲内、アウト。スリーアウトチェンジ。ここ2アウトだから何とかしてあげたいです。第9ストライク、タイミング合いません。第2球決まった。ストライク、これで追い込みました。第3球を変化球、空振り三振。まあ、大丈夫か。第3球を空振り、バッター追い込まれました。なんだ、高め、空振り三振。3番だった。第9打ちました。ファウルボール。第2球ストレート見送ってストライク。夏目、まずは簡単に追い込んでいます。スライダー、空振り三振。有村、まったくタイミング。第9初球から打ってた。サード右横のフライになりました。掴みました。ゲームセット。くそー、前作でここまで来れてんだけど。最後にいい感じの光です。低め直だな。さすがに低め取らないよね。きちい。きちいって感じですね。ありがとうございます。第9初球空振り、149キロストレート。第2球高め際どいボール、わずかに外れました。カウント1ボール1ストライク。次が4球目、ストライク、膝元厳しい球でした。第5球空振り三振。ランナー。第9スライダーはストライク、キレのある変化球。投球これから2球目。第3球を変化球、空振り三振。西田、まったくタイミング。余裕で前作優勝でしたね。ブレインマッスル優勝決めました。いやー、これさすがに金徳がきつすぎる。8000点くらいは経験点にいってないかな。どうでしょうね、あんまりいい練習はできなかったんですよ。ちょっと厳しいかな。7749。変化がとてつもないな。変化77いけますね。77で通信。うわぁ、技術ない。技術いいのか別に。これ第2球種取りたいな。取れないか。もう一九州行けないですもんね。
ツーシーム入れるかな。アワヒポチとかつかないんだけど。取れた。あとはスタミナしか入れたくない。うん、まあこんなもんじゃないですかね。いやーちょっと厳しいな。金がね、いやー金がね、以上って感じでしたね。結構面白い回だったかなと思います。本当にテクニまでの流れはバチバチっと決まっていて、あとは金徳と技術ですね、これを見るとがちょっと厳しいなと。技術2だな。あとはまあそうなんですよね、変化と休息ハマり始めるとやっぱ技術枯渇してきますね。難しい。またこのデッキ、そうですね、ビビちゃんが45だったら頑張っていきたいなっていうところと、もうちょっとメンバー変えられるかもしれないですね。今回の動画は以上となります。もしよろしければ皆さんから見て、動画の右下にチャンネル登録ボタンを設置しておりますので、そちらからチャンネル登録お願いできればと思います。また Twitter のアカウント名とまとめサイトの直リンクですね、コメント欄に書いておきますので、もし遊びに来ていただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。